どうもこんにちは、ヒカルです。今回から新しい実況をしていこうと思うんですが、ちょっとまあ、激しい系の実況ではなく、まあ、落ち着いて、実況していく、まあ、ゲームですね。世界樹と不思議のダンジョンという、世界樹の迷宮っていうシリーズと、不思議のダンジョンシリーズが合体したというね、ゲームなんですが、まあ、僕両方、ファンです。世界樹の迷宮も、プレイした、ほとんどプレイしてますし、過去作。不思議のダンジョンもチョコボの不思議のダンジョンとか、まあ、ダンジョン系だったらトルネコとか、結構ね、プレイしてきたんで、まあ、そこは合体したということでね、久しぶりのこのダンジョン RPG なんですよね。風雷の試練とか、まあまあ、トルネコ、チョコボをやってきて、まあ、なかなか最新作出ないなと思ったんですけど、世界樹とコラボしてきたかという感じで、結構ね、面白そうなんで、まあ、これはまあ、あんま、注目されてないと思うんです、そんなにね。たくさんの人に。まあまあ、クロート向けなゲームだとは思うんですが、やっていこうと思います。まあぜひ興味湧いた方は買ってやってみてください。これは結構ね、長い間遊べる、1000回遊べる RPG かな？ダンジョン RPG っていうキャッチコピーなんですけど、まあ、本当に何回でも遊べるようなゲームなんで、まあ多分、一回ハマれば結構ね、何十時間とやれるゲームだと思います。行きましょう、じゃあ。もちろんですと。これちょっと俺ね、発売が決まったいつか知らないんですけど、前、その、ツタヤ行った時に、その、今後の発売するゲームのとこにこれが並んでてね、絶対これやろうと思ったんですよね。その瞬間。それぐらい、好きなゲームの一つ。おー、世界樹の雰囲気、世界樹っぽいな、これもう。この、あーもう世界樹やん、これ。この辺がもう世界樹なんですよね。探索。世界樹やん、これもう。戦闘。まあ、これも初期設定でいいでしょう、全部。ニューゲーム来ましたよ。君は迷宮を求めて旅する冒険者だ。気球艇に乗って新たな冒険の舞台へ向かっている。まあこのゲームはどっちかストーリーがというよりは、まあまあまあ違う部分がメインでしょうね、基本は。バルーンシップポート。気球乗り場ですね。さあ、着いたぜ。ここは絶景の街、アスラーガだ。今回の冒険者はソードマンが多いな。あんたたちのお目当ては、当然不思議のダンジョンだろ。観光客の皆さんのお目当ては、琥珀色の世界樹だよな。こんなの滅多に拝めねえって言うし、もっと近くで世界樹を見たいって？悪いな。おいそれとは近づけねえんだ。世界樹を囲む山、気流が激しくてさ。長年船長してる俺の腕を持ってしても、気流に巻き込まれたら気球ではバラバラだ。にしてもこの街は相変わらず暑いな。真冬だってこと忘れちまいそうだぜ。こういうの異常気象って言うんだろ？なんか反応が鈍いね。ま、長旅で疲れてるんだから無理ねえか。昼夜かけて辺境の街まで来たんだからな。観光客の皆さんは宿を取って休んでくれよ。冒険者の皆さんは冒険者ギルドで冒険者の登録を済ませてくれ。この冒険者ギルドがね、この世界樹なんですよね。これ何かって言ったら、まあ、ドラゴンクエスト3みたいに、ルイダの坂本みたいな感じでパーティーを自分で組めるんですよ。で、職業とかも自分で、最初に決めて、結構オリジナルのパーティーを組めるんで、そこが面白いところの一つなんですよね。ドラクエ3が人気を博した理由の一つでもありますよね。この、最初に自分で職業を勝手に決めて、自分だけのパーティー作れるみたいな。それが世界樹の一つの売りでもあるんで。ようこそアスラーガへ。私がこの施設を預かるギルド長だ。代表者に代わって君たちの来訪を歓迎する。ここ冒険者ギルドではアスラーガに滞在して周辺の迷宮を挑む全ての冒険者を管轄している。早速君たちの職業と名前を冒険者登録台帳に記載してもらいたい。来ましたね。名前と職業決めれるとし。では君から始めよう。これ4人パーティーなんで、まあまあ、4人決めれると思います。まあ、他にも決めれると思うんですよね。職業1個しか、マジで職業1個しかないんか。マジかよ。マジでそんなんある？まあまあ、女か男かっていうことね。これ主人公やか。こっちの方がかっこいいな、ぶっちゃけ。
あんまこの男の、あれ好きじゃないから、こっちで行こう。まあもちろん金髪でしょ。金髪が持ち味なんでね。名前はまあこれ、男女共通でいけるんでね。これが一応主人公ですね。まあまあメインのキャラクター。まあでも俺ソードもあんま好きちゃうんやけどな、正直。これもソードも戦士ですね、まあ簡単に言うと。うん、登録が済んだようだな。君たちがこんな辺境の街を訪れる目的は、当然不思議のダンジョンだろう。ならばその冒険の厳しさも耳にしているはずだ。迷宮で倒れたら持ち物や所持金を失い、地上に放り出される。失って持ち物や所持金の回収は困難だ。時間をかけて鍛え上げた武具を失って、失意のまま街を去る冒険者は少なくない。だが、案ずるな。君たちの冒険はここ冒険者ギルドが手厚くサポートする。これから君たちに冒険指南を行う。もちろん不思議のダンジョンでだ。気球手乗り場に集まってくれ。まあ、最初はやっぱ仲間いないんですかね。うん。まあ、不思議のダンジョンで仲間いるっていうことはないですからね、基本的には。まあ、世界中の迷宮は最初から仲間、あれなんですけど、今回は最初一人みたいです。行きましょうか。今回も人数が減ったね。さっきの半分もいねえよ。アイテムを失うと聞いて、ひるんでしまったのだろう。手厚くサポートすると言ったのだがな。送迎しがいがねえけど、辛抱するか。引き手は増発させたいんだ。増発させたんだ。そのうちもっと増えるだろう。ではこれから君たちを案内する第一迷宮について説明しよう。町の東に位置する不思議の迷宮だ。研究用に作った人工壁のおかげで、迷宮のアリノス構造が維持されている。アリノス構造を迷宮マップで見てみよう。え、これ。フロア2階、B2 階のフロアが2つあるだろう。これがアツラーが周辺に存在する不思議の点の特徴だ。これから君たちにはこの第一迷宮のロハに挑戦してもらう。ロハとは最下層にたどり着くことだ。最下層にたどり着いたらその実力を認め、ギルドの結成と登録を許可しよう。あ、ここでパーティー組めるようになるっぽいですね。行きましょうか。最後に迷宮マップとフロアマップ、冒険しなに用いる通信機、食料のパンを支給していく。懐かしいな、このパンっていう。パンを支給するのは不思議か？迷宮では地上よりも、腹の減り具合が早い。万が一のことを考え、今回は特別に用意した。ここでの説明は以上だ。探索準備が整い次第、迷宮へ行く。準備を終えた者から船長に声をかけてくれ。まあ俺とりあえずね、基本的にはまあ、不思議のダンジョンはもう知ってるんで、大体まあチュートリアル聞かなくても大体わかると思います。ほとんどのことは。で、世界中の迷宮もやったことあるんで、まあこれも多分いけると思います。まあただ、これを初めて見た人のために、ある程度まあまあ、解説はしていこうと思います。軽くね、知ってる範囲で。第一迷宮。もうこの第一迷宮っていうのは世界中っぽいもんな、雰囲気がもう。やばいな、これ。おお！この画面めっちゃ懐かしいわ。聞こえるか？私だ、ギルド長だ。通信機は問題ないようだな。まずは下画面に表示されているフロアマップについて説明しよう。本来フロアマップは探索中に作られる。このように部屋や通路が全て明らかなのは人工壁を設置したこの迷宮だけの例外だ。例外とはいえ、表示内容が意味するところは変わらん。点滅している、十字旗が君を示す。緑が上り階段。赤が下り階段。青はアイテムだ。君がいる部屋にアイテムが落ちてるほどわかるな。落ちてますね。この上ですね。これ、自分が1マス動くと敵も1マス動くという仕組みです。走れます、ちなみに。おお。拾ったのはショートソードか。君が装備しているナイフより優れた武器だ。装備変更した方が良さそうだな。オッケーオッケー。もう、この山はもう誰でもわかりますね。アイテム。お。いいね、いいね、いいね。世界中っぽさと、この、なんて言うんですかね。混ざってますね。おー、いいね、いいね。この、久しぶりは、この、不思議のダンジョンするの。これおもろいんやって、これ普通に。フロアマップね。斜めドア R ボタンを押しながらやると、確実にいける。こういう感じで、これで斜めドアできますね、確実に。こんな感じです。ほほほほほほ。メリカ。HP を隠せるアイテム。これ結構プレイング大事なんですよね。敵の動き見ながら、斜め移動したりして逃げたりとか、こっち行ったりとか、この、あえて攻撃して一旦を終えたりとかっていう、このテクニック大事になってきます。まあそれは、まあおいおい。まあやってればわかると思います、これは。おー、来ました、モンスター。一目瞭然だ。ターンについて説明しておこう。さっき言ったですね、ターンとは迷宮での行動を数える単位だ。一旦で決めたモンスターが順に行動する。
一番最初に行動するのは君だ。例えば君が1マス移動すると、その後モンスターも1マス移動する。君がモンスターに攻撃したら、その後モンスターは君に攻撃する。うん。これは見方を変えると、君が行動しなければモンスターも行動しないということでもある。修行のダンジョンでは、一旦の行動は冒険の成否を犯す。ピンチの時ほどよく考えて行動するんだ。戦闘を終えたら、表示しまってる、下り階段の部屋に進んでくれ。では、剣を祈る。これね、まあ、ここで1マス自分が行くと攻撃されるんで、ここで1回剣振ります、自分から。こう。これで、こっちから先手を取れるというね。はい。え、強え強え !58 くらいしたぞ。めっちゃ強いやんけ。で、B ボタン押しながら走れます、これ。こんな感じで。ただ、これをやると、すぐ腹が減ります。階段を使う前に HP 確認してくれ。はいはいはい。うん。HP は、まあまあ、勝手に回復するんですね。オート回復。足踏み。B を押しながら A ボタンを押し続けるとターンが済み自動回復する。まあ、こんな感じですね。これで自動回復します。A ボタンと B ボタン同時で、ただ腹が減っていきますね。この FP って下にあると思うんですけど、86、100分の86。これが腹減りゲージで、多分ですけど、10か20を下回ると HP がどんどん減ってくるんで、こういう時にパンを食べるっていう感じですね。腹が減ったらパンを食べる。だから結構パンっていうのはこの、不思議のダンジョンではかなり大事なんですよね。むしろこの薬草とか、このメディカより大事かもしれない、パンが。パンに泣かされることありますからね、実際。まあ、行きますか。ほう、敵ますね。やはりモンスターと遭遇したな。しかも2体、厄介な戦闘になりそうだ。こういう時はスキルを使うといい。お、スキルなんかあるんや。まあ、世界中はスキルあるもんな。TP を消費して使う特殊技能だ。スキルポイントを割り振ることです。お、スキルポイント。これ世界人のシステム。ああ、これすごい。組み合わさっとるな。ほう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 。おお、なるほど。これおもろいね。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。このスキルが結構ね、育成要素が強いんですよね。剣士の心得。自身が攻撃した敵に対して、同端なにメンバーが崩れるとき、物量で召し上がる。ああ、これはパッシブですね。だからこれ持っとくとずっと効果発動するんで、これはまあ攻撃スキルなんで、二回攻撃。めっちゃ強いやんか、これ。絶対いるやん、これ。100% いるやん、これ。スキルポイントでも何回あるん、あと。あ、でもまだあるぞ、結構。3次使うな。無理やろ？あ、いけるん？いけるっぽいな。ただ、これ取っとくか。消費、TP がありすぎてもあれなんで。ソードマン。おー、こっちもいけるんや、スキルツリーで。あ、すげえな、マスター。結構、もうすでに俺は、だいぶハマってますね、これ、すでに。いや、これ正直ね、やり出して止まらないんですよ。OK。こいつ攻撃してこいパターンのやつだな。スキルを発動するのは、あ、なるほどね。ボタン登録ね。未登録。L プラス X で、ダブルスタイク。じゃあ行きましょうか。L プラス X。で、ダブルスタイクね。おー、来ましたね。こんな感じで、スキルが使えます。で、TP 消費しましたけど、まあこれ多分、自動回復なのかな、TP は。ちょっとわかんないんですけど、TP は。通路を手取り早く移動する方法がある。ダッシュ移動だ。あ、これやったやつですね。言ったやつですね、さっき。これですね。TP は自然回復しないみたいですね。あー、せえへんの、やっぱ。琥珀イカを移動する。利用する。あー、なるほど。お、マジで？満腹度も上がるんや、これ。すげえな。あ、0% で HP が減るんか。じゃあ 10% でも OK なのや。マジで、これ、便利やな。あ、1ずつ回復するんや。あー、すげえシステムやな。これだいぶ、おー、こんなとこにあるやん。普通にあるやん。行き止まり。いけないですね。よし、行きますか。ほ、ほ、ほ、ほ。
いきまーす。地下3階。お？来ました。たどり着いたようだな。最下層の B4 階は目前だが、ここでは上の上り階段に注目してくれ。階段は移動先のフロアで形状が異なる。お、真上のフロアに。ああ、右上のフロアに繋がっている。なるほど。ほう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 。これですね。ああ、確かにあるな。今 B3 階にいるんですけども、上に行くと B2 階の行ったことないところに行けますね。ああ、なるほどね。そういうことですね。はいはいはい、 OK です。はい。あ、見た。うざい。20ゲット。お、レベル2上がった。スキルブンで剥がどうした俺。してないっぽいな。ないか。こっちかな。来な。こいつランダムにどうか。ま。はい。なあこれ、障害物頼む。まあさっきこっち行けということなんで、こっちアイテム回収しに行きましょうか。こっちでよっと。地下2階に行ったことないとこですね。ここはアイテム回収しろということです。まあアイテム結構いっぱいあるんでね。ここミスった。おー、マジか、ミスった。クリティカルめっちゃ強いな。メディカでかいで、ね、HP はまあ自動回復できるんでね。どんどん行くぜ、俺は。どんどん俺は行っちゃうぜ。ネクタル。なんか上に行くやつあるな。なんだろう、あれは。寝てます。寝てるぞ。ほい。え、強っ、一撃。一気に上に上がるやつかな。お。マジで。おー、おー、バックラか。君は盾を装備していないだろう。まさに広いものだな。確かにな。装備しろということですね。盾装備。ネクタルは何？ HP も全回復する。え、これめっちゃええやん。復活剤やん。二個装備できるんですね。防具というか、鎧と盾かな？多分、雰囲気。まあ、こっちから行くか、次は。戻りますか。よし。たったったった。バッタがおられるよ、バッタが。何？お前そっち系のやつか。ふざけんな。よし。行きます。降りまーす。これラストですね。ボスかな？ボスおるんかな？あ、なんかおるっぽいぞ。よくぞここまでたどり着いた。君が不思議のダンジョンへ挑みに足りる冒険者だろうと証明された。この先にある樹海自軸で帰還してくれ。あー、もう、あれや。終わりかじゃん。ボスなかったですね。物足りんかったな。200円。街に戻りまーす。オッケー。いや、久しぶりのこれダンジョン系おもろいわ、普通にもうこれ。これ伝っとうかわからんけど、もう、全然もう、実況とはどうでもなってた、正直。このままやっていきたいな、一日中な。これおもろいな。これ実況向けじゃないかもしれんけど、まあおもろいで、これ。第一迷宮、不思議の迷宮のロハ、見事であった。では、ギルドの立ち上げといこう。ギルドとは冒険者としての集まりだ。来ました、これでパーティーが組めます。よーし。ギルド名。変更できんねって。ああ、ええの決めたや。そらね。まあ、これってある意味で言ってギルド名っていうのはもうチーム名みたいなもんですから。さて、じゃあね。今回これしかもちょうど4人なんですよね、この迷宮。ということも考えて、これでいきますか。冒険者全員の名前を
ヒカルゲームズのメンバーで統一します。で、俺が、パーティーを作って、オッケー。これで行きましょう、じゃあ。4人パーティーだね。どこか君自身を連鎖する名前だな。いや、それはな、入っとるから、名前。単独探索は危険だ。今後はギルドメンバーを増やし、パーティーを編成して、探索を行ってくれ。迷宮で出会った冒険者に声をかければギルドメンバーを増やせる。あー、そっち系なんや。ほう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 。なるほど。いや、俺は自分で作りたいけど。普通に。ダンサー、めっちゃおるな、種類。パラディンとか最初こおるんや。いや、これ名前決めれへんの、最初からさ。名前決めれんのかな、これ。登録せずに行こう。ブラストスキルの奥義書、進呈する。何これ。あーか、ブラスト、懐かしいな、ブラストか。これ、ひたすらですね。ほう。ブラストゲームのチャージが必要だ。モンスターを倒して、琥珀を踏むと。なるほど。まあ、これは基本、ボス戦で使うやつですね。基本的には。試しメイキックなら、パーティーに参加するのはこんなんだぞ。以上だ。さて。これでしょ。いきますか。おー、いったー、増えるぞ、これで。ただちょっと俺、ソードマン、俺な、ちゃうねん。俺、ソードマンじゃないねん。多分、マイスターやと思うねん、これ、ソードマンって。俺が思うに。本来。多分な、マイスター全員好きやから。だから変えよう、だから。主人公変えよう、これ。これ主人公変えれるよな、別に。多分変えれるよな。俺は、個人的に一番俺がこの中でやりたい職業は、正直ガンナーか、カースメーカー、どっちかやねん。どっちで行こうかなー。ルーンマスター。まあ、これ魔法使いですね。ダンサー。まあ、これも結構面白いと思うけど。まあ、ただこれね、メディックはね、ほぼほぼ必須だ。必須というか、まあ、いないときついと思うんですよね。で、ルーンマスターもこれだいぶ強いんですよ。多分、俺の過去の記憶によるとね。世界中の迷宮では強いキャラクターは、このルーンマスターっていうこの属性攻撃。こいつがまあ強いです。無属性攻撃のメテオみたいなの持ってるんですけど、それが強い。で、こいつを回復役では僧侶みたいなやつですね。ソウルってまあ基本的にどのパーティーにでも役立つから大事。で、弱いのはこのカースメーカーがこの辺。この辺は結構使いづらい。難しいキャラですね、使うのが。まあただ、面白いキャラではあるんですけど。もう俺、とりあえずガンナーがいいんで、ガンナー。ガンナーにします、俺は。ただ見た目ダサいな、ガンナー。結構。カースメーカーは？おー、金髪がおらんのかよ。金髪ご覧のダンサーは？ダンサーをギャルっぽいな。見た目結構大事やからな。ソードマン。見た目ちょっとソードマンが一番、ああ、一番ではないな。ガンナー。ガンナー見た目ちょっとダサすぎるな。パラディンはあかんな。ルーンマスター。なるほどね。ダンサーでいこうかな、じゃあ俺。ダンサーにしよう。ダンサーを自分のキャラというか名前にしとこう。よし。まあダンサーはまあまあトリッキーな動きできると思うんでね。まあ結局どんなパーティーでも勝てると思うんでこれ、どうせ。どうせ勝てるっしょ。まあマイスターはソードマンかパラディンですけど、俺的には パラディンよりソードマンの方が欲しい。いやでもパラディンはソードマンかな、やっぱアタッカーなんでね。マイスターって言ってもこんなイメージがあるからこれでいいかな。よし。これで。イメージ通りでしょ。わからんでね。で、まあ、名人はまあまあ、魔法使いみたいなイメージがあるから、魔法使いでいくか。まあ、この色かな。これ、漢字も地味に使えるんか。名終わった。オッケー。名人。で、コッシャン。俺、コッシャン、まあ、正直迷っとるね。まあ、こんなんでないねん、絶対、コッシャンって。もう、コッシャンって、このカースメーカーか、
メディックか、どっちかだと思うやな。正直。で、パーティーに欲しいのは絶対これメディックやねんけど、あえてこの僧侶抜きっていうのも面白いかもしれん。でもきついか、これ、さすがに。見た目で決めようか。コシちゃんっぽい見た目。あ、これ絶対ちゃうな、コシちゃんと。見た目。これコシちゃんか。うん、若干ちゃうけどな、ただ。コシちゃんみたいな見た目のやつ、おらんのかな。うん、ガンナー。ガンナー、あ、ガンナーっぽいんか、どっちかやったら、コシちゃん。ただこれ、光栄が降りすぎたら無理やから、絶対前衛、あ、でもやばいな、これ。え、待って。前衛やろ？ダンサーこれ何？光栄？攻撃兼支援型。これも前衛いけるっぽいな。前衛で、ルーンマスター出たら光栄なんで。てことは次、光栄が欲しいんかな？もう一匹。禁断の呪術で状態上に留まる。生死さえも主張に収める。カスメーカー。まあ、この下、残り3つ職業謎のやつありますけど、とりあえずどうしよう。これ転職とかできるんかな？後で。そんな機能ないか、さすがに。まあちょっと待ってよ。これも大事やで、結構。多分ね、世界中の迷宮の難易度を引き継いでるとしたら結構むずいんですよ、これ。世界中結構むずいんで。だから、多分むずいと思うから、パーティーちゃんとしようかなかったら負けるからな。中途半端でパーティー。まあダンサーは、基本ね、強化なんで、まあソードマンを強化していくって感じなんやろうけど、だからもうガンナーでええかな、逆にも。コシちゃん、まあ帽子かぶっとるし、よく。ヒゲ生えとるし、おっさんやしさ、一番。コシちゃんってやっぱ、こんな緑みたいなイメージあるよな。灰色みたいなイメージ。こっちかこっちやな。どっちしようかな。星山。これでいいか。よし。やばいな。これめっちゃおもろいな、このゲーム。これな、正直な、一人でこのゲーム。これ絶対売れてほしいゲームの一つやな。まあ、ただなんか、分かりづらいやろうからね、楽しさがこれ。見せしようっと。はい、リーダー。ああ、帰れましたね、やっぱり。オッケー。で、ね。編成じゃなくて。編成っていうか、前列とか、あ、ないんか、これ。リーダー変更。整列。まあ、これでいいか。まあまあこれでいいでしょ。大丈夫やな、これで。オッケーオッケーオッケー。まあまあ、加入の順番でいきましょうか、じゃあこれはもう。そうか、これ、前衛後衛ないんか、これ別に。なるほど。世界中の名曲やったら前衛後衛分かれるけど、これ不思議な順だから別にないんや、これ。上限受ける。登録、会話。メンバーの管理。装備変更。これ、装備外しとこう。回収。回収。回収したよ。ありがとう。お前生変更できるんかい。まあ、ええわ。色違うからええわ。まあ、武器は、こいつソード装備できるんかな。いけるんか。ただ多分俺が主にこれな。な。こっちの武器やと思うから、こっち装備させとこう。うん。よし。盾もこっちっぽいな、雰囲気なんか。よし。ツイードは全員装備してるんでね。ハーケンビュクゼ。うん、こっちは50かっこいい武器持ってるやん。名人ワンド。シンプルすぎるやん。よっしゃー、オッケー。セーブどこですんねん、これ。んで。ん？スキルセット見せた。ほう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 。行ってもだ。霞屋に行けるようになりました。あ、セーブできました。ありますね。ちょっと待って、スキル振っとくか。スキルポイントね。何ポイントある ?3 ポイントあるな。これでもめっちゃ大事、マジで。これはね、ガチでね、大事なんで、ちょっと待ってくださいね。採取ね。まあ、採取は、まあ、今はいらん。とりあえず、自身が踊ったワルツ、タンゴ、サンバの効果が一旦伸びる。あ、これ絶対いるわ。これ絶対いる。ワルツ、タンゴ、サンバ。で、HP 回復。おー！あ、
僧侶の代わりできるな、これ。全然。サンターナの田中白人周囲の、獣神の周囲1マスにいる。メンバーで回復させる。ってことは、これ、周囲1マス。ああ、じゃあ別にいいんか。なるほどね。はい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 。アタック単語。まあ、前列じゃ、これ、あれやな。変えた方がいいかもな。物量上昇。これ、後ろからするやつやもんな。一定攻撃でカウンター攻撃をする。ああ、これは自分のやつか。奥義の前に、回列上昇する。まあ、これはいる、かな。普通に考えて。で、まあ、これもバイキルトみたいなもんなんで、まあ、いるでしょうね。おそらくね。終わった。で、ショートカットに加えなあかんな。なにこれ。あ、ブラストね。ほほほほほ。これ覚えれるか、俺。まあ、覚えれるか。結構覚えるね。長そうやで。まあ、これいりますね、絶対ね。で、ダブルストライクでしょ、結構。ヴァンガード。あー、防御ブースト。あ、こっちの方が強いかな。で、陰術師の心得。確かにホールを防御中する。あ、これ絶対大事。この辺基本いりますね。ルーンの TP ブースト。まあ、カトン。まあ、一応全部、覚えといた方がいいかな。で、まあ、これは、10マスタリー。あー、これいりますね。お、ええぞ。ほうほうほう。いいやん。悪くないね。いいね。うわ、10マスタリーめっちゃあるやん、これ。なにこれ。さて、待てよ。ショートカットですね。まあ、ダブルストライク、上って覚えとこう。これ、ショートカット覚える、時間かかりそう。まあ、慣れるか。よし。まあ、これでとりあえずパーティーは完璧ですね。で、リーダーな。まあ、一旦とりあえずこれ行ってみるか。ちょっとやばそうだったら、まあ、これ埋葬前にした方がいいですね。こいつがま、前衛なんでね、唯一の。これ多分中衛やねん、これ多分。で、これも多分中衛。で、コシちゃんは多分後衛やねん、多分。これだから、前スバイにして、後ろ行けば、多分陣取れば、結構 A パーティーできると思うねん、これ多分。本来は。まあまあまあ。そんな感じですね。はい。というわけで、とりあえず今回は、こんな感じで。まあ、触りだけですけどね。まあ、とりあえずパーティー構成して。次回からまあ、普通にこのパーティーでやっていきます。まあ、新しいそれ職業というかな、まあ、あれが出れば、まあ、それにするかもしれないし、まあ、しないかもしれないし、まあ、とりあえずこれで、当分の間やっていきたいと思います。というわけで、世界人の不思議なダンジョン。まあまあ、まったりね、ゆっくり、自分のペースで進めていこうと思うので、まあ、更新ペースはね、まあまあ、わかんないですけど、まあ、結構面白いんで多分やるかもしれないです。普通にね、早いかもしれないですけど、まあまあ、興味ある方、ぜひ買ってみてください。これはまあ、勝って外れないと思います。普通に面白いゲームなんでね、やり込み要素の強い、ゲームなんで、そっち系のゲームが好きな方は、ぜひ買ってみてください。というわけで、今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。